私はですね、中内優子という名前です。そしてこれからプレゼンテーションをしていくのはウェールズとウェールズ語について。留学していた先はですね、ユニバーシティオブウェールズアベリストゥイス、ちょっと小さいんですけれども、現在はアベリストゥイスユニバーシティという名称になっています。そしてここで専攻していたのが、ウェールズとフィルム&TV スタディーズということで、この2つを、BA ジョイントコースで、取得しました。英国留学というと英語ということになるかと思うんですけれども、私はあえてウェールズ語でのこの2つのコースを専攻しました。そして日本に戻ってきてからなんですけれども、ラジオパーソナリティ、またイベントの MC などのお仕事をさせていただいています。そのウェールズ語、英語の方言の一つなんでしょうと言われることがあるんですけれども、全然違います。ウェールズ語で自己紹介、有効な顔地ユバネルイグラザイスヨルプリバスコールカムリアブレストです。プリバスカルブレスティスのカブレード。ネスメングラスメアンカムライクアガステリアサイピマテレビ。アロリミゴトアロミジャパン。ユンクイスティオベルカプリニーズラギオ。アサベドリンネイクレプニーズアルカベルテレビアラディオ。皆さんきっとポカーンと聞いてるだけしかならないと思うんですけれども、皆さんご存知の通り、UK はですね、連合王国なので4つの国からなっています。イングランド、ウェールズ、北アイルランド、スコットランドなんですけれども、ウェールズはですね、ブリテン島の西に位置している、国です。人口は290万人、そして面積が2万平方キロということで、だいたい四国と同じぐらいの大きさです。首都はカーディフ。そして公用語はもう先ほどから嫌になるほど言っていますけれども、ウェールズ語と英語です。人口のですね、だいたい 20% ぐらいが、ウェルシュスピーカー、これもネイティブレベルから、学校で習ったことがあるというレベルまで様々いますね。最後にですね、ウェールズが誇る一番長い駅の名前、これが北ウェールズにあるんですけれども、ちょっと見えないかと思いますけど言ってみますね。サンバルペスコプスコケアレフレンドアプスサトスティディアンガガガ全然わかんないですよね。アルファベットの文字でいくと57文字ある駅の名前なんですけれども、この駅名からウェールズに興味を持つというですね、鉄道ファンも結構いるようです。私にかかると全ての道はウェールズにつながるといったようなお話になってしまいましたけれども、これから留学をされるという方もぜひとも皆さん独自のとっておきの留学というのを見つけてもらったらなと思います。最後、締めはですね、ウェールズ語でいきたいと思います。ウェールズ語でありがとうございましたというのは、ディオフンバールです。ディオフンバール。チャラ。どうもありがとうございます。